そうですね、12年に最初ね、監督がなかなか決まらない、いろんな方が噂になって断られてっていう、まあ、記事でしか見てないですけれど、2社がこう監督になるっていうのを聞いたことも、このタイミングで戻ろうかなっていう決断に至った理由の一つであって、まあ他だと、当時向こうでチーム探していただいててっていう感じだったんですけど、まあこのタイミングで帰って、こう自分のやってきたことだったり、こう、ベストなプレーというパフォーマンスをこうね、帰ってやりたいなっていう思いもありましたし、ミシャ監督が監督になるっていうのもありましたし、そこで考えてね、その2012年に帰るっていう決断をして、はい、別に帰ってきますよ。はい。いやー、まあもちろん前年の成績は気にして見ていたので、大変なシーズンだったなと思いましたし、まあその中でね、戦った選手たちがなんとかね、頑張って残れたっていうのは良かったことだと思いますし、でも、なんだろうな、まあ見てて元気がないというか、まあ成績がね、関係してればそうなってしまうかなと思いますけれど、まあレッツなんだけどレッツじゃないような気もしてましたね。はい。それよりもこう、逆に僕はこう、監督が考えるやるサッカー、やりたいサッカーにうまく、まあなんて言うんだろうな、適応するのに少し時間がかかるのかなっていう感じには、受けましたね。まあ、パス3本繋がらないってことは、繋ぐためにはどうしたらいいのか。まあ、周りも動かなきゃいけないし、判断もっと早くしないといけないし、っていうことをね、ミシャ監督は求めてたし、トレーニングでもね、そういったトレーニング多かったので、それをやるのにこう、なんか自信がなかったというよりも、なんだろう。また新しいサッカーをやらせていただいて、楽しみな部分が、多かったんで、なんとかこう、それをうまくやりたいなっていう思いもあったんですけど、それがね、なかなか繋がらずうまくいかないっていうこともあったので、まあ自信を失ってるっていう感じには、そのね、12年とかは思わなかったですね。はい。新しいことにチャレンジして、トライして、進んでいくっていうので、楽しみの方が大きかったのは覚えてます。まあ楽しむっていうことは、まず、選手自身が、やってるサッカーを楽しんでね、まあヘラヘラではなく、プレーでこう表現できたら楽しさを。それを求められてたと思いますし、じゃあそのね、楽しんでやってる姿を見てる大勢の浦和レッズのサポーターの方たちが、あ、すごいな、楽しいなって思えるような伝え方をしなきゃいけないと思っているので、まずね、選手が、楽しんで今やってるサッカーを表現する。それを見ていただいてる周りの人たちをさらにね、同じように楽しませるっていうことが大事だったのかな、と僕は受け取ってはいますけど、はい。もちろんね、勝ち負けあるスポーツなので、すべてがね、勝てばいいし、まあ、勝ったからいいでもなく、まあ、ミシャも、より高い要求というかね、はい、どん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 上を見てやっていらしたので、だから選手たちもね、それについていって、こう、レッツにね、一緒にこう上に上がっていったっていうのは、その後につながっていったかなと思ってます。はい、そうですね。いや、僕らも、取って、ね、勝って行きたかったんで、本当、まあ逆転みたいな形だったのかな、最終戦で。本当に、はい、出場できて、僕自身もね、その年が初めてこう出場権を獲得したっていうのかな、思ってるんで、嬉しかったです。で、2006年は、ほら、2007年の ACL は前年に優勝してるから出れたわけであって、しっかりこう、ね、日本での大会で勝ち取って ACL に行くっていうのは多分、12年が、で勝ち取って13年出れたんで、やっぱその時は嬉しかったですね。はい。みんなでこう勝ち取って、ね、スタジアムの雰囲気とか考えてたら、はい。よかったなっていうのは覚えてますね。そうですね。そう、ここら辺の数年間でね、中国のチーム
にね、ヨーロッパで活躍されてた選手だったのかが多く、ね、所属するようになって、まあ、どちらかというと、まあ、日本、韓国のチームが ACL で、ね、上の方に行ってた、ね、過去の大会があったと思いますけど、そこからね、中国のチームも上がってきて、本当にどこの国のクラブチームが勝ってもおかしくないような、よりレベルの高い、ACL になってきたなっていうのを、はい、感じております。そうですね。やはり ACL の大きさっていうものを売られたら理解してると思いますし、まだね、どこのチームもね、国内のリーグと ACL 両方同じ年に制覇したチームはないんで、ね、はい。それは大きい大会だし、ある意味挑戦ではあります。はい。まあ、選手たちも、まあ、感じてる部分はもちろんありましたし、まあ、嫌でもこうね、そういったニュースだったりっていうのも見てましたし、まあなんとかしたいなって思いでやってましたけどね、うまくね、最後、いかなかった時もありますし、でもそういった、まあ、ニュースだったりを目にして、なんとかこれをね、書かれてることを変えたいな、違う風にいい方に、ポジティブなことを、ね、書かせられるように僕ら選手は頑張んなきゃいけないなって思ったのは覚えてます。そうですね。まあもちろん結果出せなくて責任は感じてますし、プレーしてるのは選手なので、まあなんとか僕らもね、勝って一緒に喜びたいって思いで戦いましたけれど、まあ選手もね、もどかしい気持ちがある中で、こう、スタジアムを一周してる時に熱くなってしまった部分もあると思いますし、もちろん、応援してくださってる皆さんのフラストレーションというか、それもね、出てしまって、まあ、正直僕はそれは受け止めなきゃいけないなと思ってるんですよね。やはり結果が出なかったら、それは当然なことだと思いますし。まあでも、そのね、一つのきっかけによって、で選手が心離れてしまう、応援してくださってる中でも、サポーターの中でも、拍手で迎えてくださる方もいれば、本当厳しく意見を言ってくださる方もいた中で、本当なんか全部バラバラな気がしたので、それはちょっときついなというふうに思ったので、まず一つになってやっていくこと、まあ、もちろん勝つことを求められてるってことは理解しているので、プレーで僕らは見せなければいけない責任がありますし、で必ず次の試合に勝つということをね、約束して、あの場は終わったと記憶していますけど、はい。まあ正直ね、あんまいい時に目立ってもしょうがないんですよね。別にやることないし、いい時はね、他の選手が目立って、やってくれればいいし、まあ決して自分でもそういうタイプじゃないっていうのは理解して、持ってるし、逆に、まあチームがまずかったり、良くなかったり、って言った時に、ね、出ていかなきゃいけないタイプであるし、そういった年齢でもあると思うんで。だから、基本いいシーズンというかね、いい時はあんまり仕事がないんで楽でいいです。はい。まあ、どちらかというと、後ろからまくっていくタイプですかね。大外から。大外からそうですね。差し切りたいですね。両方、見ておかなきゃいけないかなと思いますね。やっぱり、まあ、いい時に、もう、いい時でさえも、やっぱりね、まあ、チームはね、調子乗っちゃったらダメですからね。やはりそういった時にしっかり、方向性だけはしっかり持ってやっていかなきゃいけないなと思いますし、まあ、シーズン始まるにつれて、こうね、選手の中でもね、いろいろな気持ちを抱えている選手ももちろん多くいると思います。そういうのもね、練習中でもこう、見てると感じるときはあるので、まあ、そういうのはこう大事にしながら、見ながらやっていきたいなとは思っているので、うん。まあ、うまく使い分けじゃないですけど、はい、やれたら。まあ、極力は自分がそんなにね、仕事ない方のがベストですけど、うん。だからあるときは悪いときとか、もう調子に乗りすぎてるときぐらいだと思うので、はい。まあ、仕事を少ない方が楽でいいなと思います。17年はね、そうですね。
まあ嬉しいのもあったけど申し訳ないシーズンでありましたがね、2社に対してやはりうまく結果が出せずに、もちろんその ACL のね、2社がいて優勝っていうのがベストだったと思うので、うん、嬉しいシーズンでもあったけれど、なんか複雑というか、なんか、はい、なんか心残りというか、なんというか、はい、それが、残ってるシーズンではありました。やはり、ホームの強みというか、パワーというか、雰囲気は作り出してもらって、いつも以上のね、声援を送っていただいて、僕らもね、プレイさせていただいてたんで、本当にこう全員で、まあ2007年もクラブ、そしてね、サポーターの方たちも一つになって勝ち取ったなと思いましたけれど、17年も同じようにね、こう苦しい状況の中、全員でね、力を合わせて戦って進んできたっていうのがあるので、はい、嬉しかったです。いや、すごいですよ。いや、でも震えますよ。やはり思い出しただけでもこうブルブルっと来るし、試合前に感動しすぎちゃって、こう、試合に向けてなんか、涙しちゃってもしょうがねえしな、と思っちゃうぐらい、素晴らしく、雰囲気にしていただいてたので、やはり選手もね、そういうのを見ると、なんとかね、して、こう、喜んでもらいたいっていう思いで、まあ、それがね、パワーとなって、勝ち取れた ACL だと思うので、まあ、一緒に戦ってるんだなっていうのは感じる、場面でもあります、ね、そうですね、違いましたね。うん。なんか、不思議な感じでしたけど、でもね、大会には変わりないんで、違う場所でそういったまた経験ができて、まあ、もっと数多くね、試合できればよかったとは思いますけれども、いい経験をさせてもらったなと思います。